ジーソミア終了ならず。はじめましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇篤です。よろしくお願いします。前回の番組を YouTube にアップロードした直後に広告が剥がしに遭いましたので、いつものように絶望したとなっておりました。ただどうせダメならいろんなことを試そうと、タイトルに入れていた缶切り、こちらを栓抜きに変えました。すると YouTube でのプレミアム配信時、初回配信時には広告が戻っておりました。手を加えたのはタイトルだけ、カーン切りのカーンじゃない方、その漢字をそれぞれ辺と突くに分解した時に7つの刀、この漢字が英語に直訳するとセブンソードという漢字が YouTube のレギュレーションに引っかかったと考えることができます。そしてその前に広告が剥がしにあった番組では、バイバイキーンマネー、お別れの時のこちらを意味するハンドセブンソードマネーと入れたら広告剥がしに合いました。両者に通じるのはやはりセブンソード。というわけで YouTuber の皆さん、セブンソードにお気をつけください。実に言いたいことも言えない YouTube です。そしてもういい加減ご縁がセブンソードになるとネットの皆さんが楽しみにしていたジーソミアが終了ならずで絶望したとの声がダダ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 ダふてとあったわけですが、結論から言えば停止の延期です。平たく言えば南国方面からだがちょっと待ってほしいとあったということで、日本側は大人の態度で待ってあげたということです。これについては私があのチャンネルさくらさんの方で予言したように、南国というのは何が起こっても不思議ではない国なんです。一方これまたいつものことながら呆れ果てているのが、日本の南国寄りの南国を擁護するマスコミの皆さんの報道です。ジーソミア執行の延期というのは平たく言えば結論の先送りに過ぎません。というより状況を見る限り南国の完敗と見るべきでしょう。まずいつものように南国はごね床を狙い、日本に譲歩を求めてきました。しかし日本政府の態度は今回は終始一貫しており、その求める譲歩をピッピッと跳ねのけました。するとこれまたいつものように南国は日本の世論に、まあ、マスコミを使って訴えかけたのですが、今回ばかりは日本の世論も微動だにせず、むしろ早くバイバイしろよという声が多くありました。はっきり言って今回の南国擁護のこんな人たちマスコミの態度というのは逆効果でした。むしろ南国への悪感情が高まり、そしてマスコミへの不信感も高まりました。南国お得意の告げ口外交でアメリカを動かそうとしましたが、これも失敗に終わりました。それどころかアメリカ上院にジーソミアの継続を求める決議まで出され、在韓米軍の駐留経費を5倍5倍と要求を突きつけられます。さらにその在韓米軍の駐留経費の話し合いについても、アメリカの方がその話し合いの途中で席を立って売買しちゃいました。さらにジーソミアを破棄したらトランプ大統領がムーン大統領バイビーナと言ったかどうかは分かりませんが、アメリカ政府高官は南国に対してトランプ大統領が何言い出すか分かりませんよと脅しをかけていたと一部報道にあります。それでもチチェンセという疑惑がありありと浮かぶ南国のムンジェイン大統領なので、米国と一緒になるために米韓同盟の破棄までトコトコトコーと突き進むかなと見ていたのですが、その米国からもお前口先だけで役に立たねえよとざっくりと言えばそう拒否られておりました。産経新聞が令和元年11月21日に伝えたところによると、南国のムンジェイン大統領がキム・ジョンウンさんを国際会議に招いたところ、約束が一つも実現しない中、形式ばかりの首脳対面はむしろ行わない方が良いというのが我々の立場だと断られたそうです。これに産経新聞は
八方不盛りと見出しを打ちますが、それが南国のムン・ジェイン大統領の今置かれている状況です。そんなムン・ジェイン大統領を外交の天才だと呼んでいたのがジャーナリストの青木治さんです。ただし公平を期すなら、ムーン大統領の外交手腕を高く評価していたのはジャーナリストの青木治さんだけではなく、既存マスコミの皆さん、テレビメディアの皆さんはそのムーン大統領の外交手腕を高く評価しておりました。批判していたのはネットメディアぐらいです。私の番組のセブンソードによる広告剥がしではありませんが、論拠も根拠もまるっと無視した南国擁護というのは、同じ状況により繰り返され再現されるその姿はもはや偶然ではなく必然です。だから私はマスコミの皆さんに、よし工作員と呼びかけてしまうんです。この番組では何度も指摘していることですが、よそ様の国が何をやろうが知ったこっちゃないっていうのが私の立場。しかし日本の国益、日本人の利益のために存在するはずの日本のマスコミ、この日本のマスコミがどこかの国の他国の利益のために報道をしているかのその態度を私は一貫して批判しているんです。そんな態度はジーソミアの延期の報道でもありました。令和元年11月22日の延期の速報が入った後のテレビ朝日では、日本政府が輸出規制を一部撤回と誤報を打ちます。それは祖国愛がにじみ出て下げ走った報道だったのかもしれませんが、祖国愛というのが冗談に思えないほど、南国から速報が入って以後のテレビメディアというのは、いつでも協定の効力を終了させられるという前提のもと、8月23日に行った終了通告の効力を停止するとの南国の持って回ったわけわかめな文章を繰り返し何度も報道しておりました。しかし FNN が政府関係者の言葉として伝えたように、ムン大統領が勝手に興奮してハードルを上げて自爆しただけだというのが現実的なものの見方というものでしょう。率直な感想を述べるならアホかってところです。ところがマスコミ報道を見ていると、日本が譲歩した譲ったという印象操作に余念がありません。多くのテレビメディアは輸出管理の担当である経産省の記者会見を切り張りして、まるで日本が譲歩したかのような印象操作を行っておりました。おりましたが、今はネットがあります。産経新聞の公式 YouTube チャンネルでは、経産省の30分を超える記者会見の模様がノーカットでそのまままるっと配信されております。そしてそこで事実ファクトを確認することができます。そこで経産省が述べていたことを一言でまとめると、今まで通りです。繰り返し日本政府が求めていたことを南国がやると言っただけ。もちろん本当にやると言っても、やるかどうかわからないのが南国ではございますが、こちらは日本は大人でございます。そこでね、その南国のやると言ったことを、おっしゃったことを信じたふりをしているだけ。頭ごなしに南国がねやるっつって、そんなのやらねえだろうなんてね、頭ごなしに否定しても、今度は日本が信じなかったってね、この否定したことをもとにごねるのがこの国の特徴なので、まあとりあえず今まで通りの現状維持ならば、我が日本国にとってはノーダメージなので、まあ応じたということなのでしょう。具体的にはフッ化水素などの特定産品目は今まで通りの扱いですし、利地域についても、あ違った、グループ D についてもそのままグループ D のままです。そして大量破壊兵器への転用の可能性がある物資についての管理は今まで通りです。これまで通り厳格な管理を求めるという立場です。つまり南国は何一つ成果を得ていないのです。南国には泣く子は餅を多くもらえる、つまりごね毒を意味することわざがあるのですが、今回南国はごねても何一つもらえませんでした。それどころか、これももともと無理筋でしたが、南国がちらつかせて、日本大丈夫かと脅かしていた WTO
絵の提訴も今回見送ることになったので、日本の手間が減っております。そして今後の話し合いにおいても、マスコミの皆さん、テレビメディアは局長級と繰り返していますが、この経産省の記者会見では何度も繰り返し繰り返し言っていたのは課長級、課長級の交渉が続くと繰り返されております。これは経済学者の高橋洋一先生や、ホワイト国の枠組みを作った元経産省の官僚様であった細川雅彦さんも繰り返していることですが、そもそもこのホワイト国の話というのは課長級、課長級のレベルだったという話が裏付けられたということです。ところがこの記者会見ではジーソミアの延期の発表と課長級、課長級の話し合いが再開されたことについて、日本側が譲歩したのではないかと繰り返し尋ねていたのがテレビ朝日、朝日新聞、そして TBS の記者でした。そもそも別次元の話を持ち出してきたのは南国で、その話を聞きたかったら南国の青瓦台に行ってお伺いを立てればいいだけのことです。日本政府からしても経産省からしても知らんがなって話です。最後にジーソミアの延期がもたらす日本側のメリットについて2つ指摘しておきます。まず最大のメリットは時間稼ぎができたことです。今後のことを考えれば、我が国の防衛ラインというのはあの38度線ではなく、そこからぐっと下がった日本の対馬のあたりになるというのは、これはもう想定の範囲内で、そのために準備もしなければいけないのですが、今の時点では装備も人員もこちらも不足しております。何より在韓米軍の撤退はトランプ大統領の公約であり、米軍も朝鮮半島からの人員削減を進めております。そしてそもそも論となりますが、自分の国は自分たちで守るというのが大原則です。そのための備えと、そのための議論する時間を稼げたというのが、今回のジーソミアの延期の日本側のメリットの一つです。二つ目のメリットは、南国を擁護する著名人があぶり出されていることです。前回の番組でも指摘したように、コリアレポートのピョン・ジンイルさんや、皆様大好きテレビ朝日社員玉川徹さん、その他にも共同通信の岩村和也さんが TBS の昼帯で、同じく共同通信の平井久志さんは BS フジテレビのプライムという番組の中で、かなり無理筋の擁護をしておりました。今回のジーソミアの延期では確認していませんが、やはり共同通信の柿崎明治さんは TBS の昼帯で、南国の人は切れやすいんだよと同席していたコメンテーターがちらっと言った瞬間、全員じゃないと切れておりました。おや、ピョンさんとタマちゃんを抜きにしたら皆共同通信。繰り返しになりますが、よその国がね、何をしようか知ったこっちゃございません。しかし、よその国のために動いているかのマスコミの皆さんが白日のもとにさらされている週末でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。なお、次回はチャンネル桜と虎ノ門ニュースを私の脳内で勝手にコラボしたオリジナル企画、こんな人たちはなぜあれなのかをお届けする予定でございます。そして今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。完全正直というものが何モルゲットだと赤が勝ち、
ヤクザが撃ってまたかい。ハニュークすごい、ウネクすごい、日本別にすごくない。あの病気だってあなたに会えたから。と、番組を最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。みやちゃんちゃん、じゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出したあなた、グッジョーブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、あなたと私でダブルピー。決して手の甲を見せてはいけないのですが、カットちゃんペだけは見逃してください。そしてパーを出したあなた、1週間の厄払い。それでは本当のバイバイ。